皆さんこんにちは、武田塾の高田です。河野です。今回は不合格の共通点3選やっていきたいと思います。落ちる子たちには理由があると、それが共通してるんだって話ですね。この時期になると受験相談とかで受験うまくいきませんでした、ここから1年頑張ろうと思います、どうしたらいいですかっていうね、相談をめちゃくちゃ受けるわけですね。なんで今年の受験うまくいかなかったのかっていう話をいろいろ聞いていくわけですね。やっぱりこういう共通点が多いなっていうのが見えてくるわけなんです。これをなぜみんなに今伝えたいか、それはこれをぜひね知ってもらって、自分はそういう風にならないぞと、こういう風に勉強していけばいいんだっていうのを、ね、この動画で掴んでもらって、君の合格の可能性を上げる動画にしていきたいと願っています。じゃあ順番にお願いします。1つ目、受験勉強の開始が遅かった。夏以降に始めたっていう子が多いんですよ。あまりにも遅すぎる。高田先生、この遅さ例えるなら何ですか？夏休みの宿題を8月25日に始めるぐらい遅いですね。それは遅い。めちゃめちゃ遅いよそれ。もうそれも手遅れだよっていうね、そういう状況なわけです。ですね、ぜひね、受験勉強早いに越したことはありません。今これを見てくれてる君は絶対ね、難関大学を目指してる、志の高い子たちだと思うんですね。そんな子たちは今すぐに本気で受験勉強を開始しましょう。早ければ早いほどいいです。僕が京大になぜ合格できたのかって話をしておくと、高1の夏に武田塾の YouTube 見つけて、そこから動画見て、参考書買って勉強真似して、最初はもちろん失敗しましたよ。失敗したけど、高2の春に正しい勉強法に気づいて、でそこから勉強を変えてルートをどんどん進めてみたいな、高3の夏に京大までのルートを終わらせてみたいな、全ては早く始めたことが合格の理由なんですよ。だから絶対早く始めた方がいいです、絶対早く始めて後悔することなんてないから、高1高2は今すぐ始めてほしいし、高3も1日でも早く始めてほしいなと思いますね。はい、この動画を見た君、はい、この動画終わった瞬間から受験勉強を開始しましょう、不合格の共通点、2つ目、非効率的な勉強をしてしまった。今これを見てくれている君、非効率的な勉強なんてするわけないじゃないか、私はゴリゴリの武田塾チャンネル視聴者だぜって思ってる子が多いと思うんですね。ただそれを実践できていないとか、思ったような効率的な勉強できてない子っていうのは実際結構いるんじゃないかなと思うんですね。勉強法は知ってるぞと言っても、なんか実践に移せてない子が多いんだと、うんですね、人の話を聞いて、なるほどね、そうやって勉強すればいいんだとか、この科目ってこうやって勉強していけばいいんだなっていうのが分かったとしても、それを自分が実践できるかどうか、これはまた別の話になってくるわけですね。例えば英単語の勉強法、こちらでね、熱く語ってるわけなんですけど、1週間で1000個覚える方法、そうそうそう、これとかを見てね、単語の勉強法もなるほどなって思ったんですけど、それを実行できていなかったとか、結局効率的な勉強法分かったんだけど、独自のね覚え方やっちゃったりとか、あとは実際やっぱね確認してみると、2秒でまずは言えるようにするっていうのが最初の目標ですよね。それもなかなか曖昧になってしまって、ちょっと考えて自分でなんとなく分かったら OK とか、頭でぼんやり浮かんでて答え見てなるほどなでなんか OK にしちゃってるとか、そうやって勉強しちゃってる子がね結構いるわけですね。なるほど、勉強法がダメだってことですね、身につかないやり方になってると。自分ではねそれなりに効率的な勉強法だと思っていても、我々からこうね直接見るとちょっとずれちゃってたねっていう勉強法を、ね、してる子がいるわけですね。焦ってる子ほど逆に非効率なやり方になってるなって思うことが多くて、例えば単語とかも覚えてないものがあった時に、その場でちゃんと覚えきるまでやろうっていうのが武田塾の勉強法じゃないですか。でも急げば急ぐほど、この単語また今度でいいやとか、次やろうっていう風に覚えてない状態で残しちゃってる単語が多いわけですよね。一見早く終わるんですけど、それってでも身についてないからこそ、結果もっと何周もしないといけないし、結果成績も伸びないし、それって効率悪いよなっていう風に思いますね。そうですね、勉強のやり方を見直すんであれば、確実にもっと身につくめんどくさい方法に逆に変えていった方が伸びると思いますね。本当によくありがちなのが、はい、武田塾だと4日2日とかって、はい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 、復習期間設ける、復習なんかやれませんっていう子はいるんですけど、復習しないと覚えたことっていうのはどんどん忘れていっちゃうわけですね。覚えて忘れて覚えて忘れてを繰り返してしまって、結局忘れたままになって、これだと勉強の効果が出てこないわけですね。適切なタイミングで復習を入れて知識を定着させていくこと、これが長期的に見れば一番最短の道のりだっていうことなんですね。間違いない。非効率な勉強法っていうテーマでね、ちょっと今話してますけど、不合格になる子の大体の共通点、復習不足な気がします、復習が甘すぎるし、復習してないから忘れまくってるし、抜けが多いし、できてないもの放置だし、それじゃ伸びないよっていう勉強法になってる気がしますね。なのでもう一回自分の勉強法、これが本当正しいのか、これをね考えてみましょう。ぜひお願いします。最後の3つ目、はい、自己管理ができなかった。これあるあるだと思うんですよ、はいはいはい、例えばよっしゃめっちゃ勉強頑張る
るぞ、絶対受験合格してやるって思って勉強めっちゃ頑張るんですね、うん、でも3日とか1週間したらあの時のやる気どこ行った、やる気が逃げちゃった、うん、自分のねやる気を見失っちゃうわけですね、はい、これがね本当によくあるパターンで、結局気づいたら勉強ダラダラしちゃってて、また1ヶ月とか2ヶ月とかすると、うん、よし勉強頑張ろうみたいな感じ、自己管理ができてないというかモチベーション頼みになっちゃってるみたいなことですね、うん、そうですね、これだとやっぱり例えば1年とかっていう先の受験に対して、はい、計画的な学習っていうのは相当に難しいと思うんです、ね、難しいです、なのでそもそもブレるようなモチベーションに頼らない、しっかりと目標そして現状、このギャップを残りの期間で埋めるためにはどうするのか、それを逆算して日々の勉強を進めていくというのがとても大切ですね、自己管理してちゃんと強い自分になりましょうねと、うん、ただ刻々と勉強と向き合っていくんだってことが大事だということですね、だからこそ武田塾では管理できるように1日1日宿題を出しているわけじゃないですか、うんうん、せっかくねこの武田塾チャンネルを見て自分で頑張ろうと思ってくれてる子は、この1日1日しっかり計画を立てて毎日やりきって、その1日1日を積み重ねていく、これをね大事にしてもらえたらと思います。自己管理の例でもう一個思ったのは、受験後半の自己分析管理も結構大事だなと思ってて、不合格者の共通点かもしれないですけど、過去問とかはねやりっぱなしにしちゃってる子がすごい多いんですよね。ちゃんと自己管理できる人は過去問をやって、その後苦手なところとかを自分でちゃんと掘り下げて、これとこれが自分が落としてる部分、点数伸び悩んでる原因だから、それをちゃんと今潰そうっていう風に次の戦略とかも立てられるじゃないですか。これが自己管理、ちゃんとそういう意味でもできてる人だなと思ってて、それをみんなはできないといけないよと。ただ春は暗記だよと、夏以降演習に入るから、自分の弱い部分をちゃんと自分で見つけて、それを潰さないと合格はないぞということは言っときたいですね。今もし浪人生でねこれを見てくれてる子は感じてるかもしれないけど、やっぱ直前期過去問でできないこと、そこにどうしても意識行き過ぎちゃって、がむしゃらにね過去問とりあえず解きまくるとか、問題演習に走ってしまったっていう子は結構多いと思うんですね。しっかりとやっぱり分析をして、自分が何をすべきか、そこで的確な勉強をしていくっていうのが合格には不可欠なわけですね。ということでね、今回が不合格の共通点ということで、実際のね不合格をね体験した子たちからの声を集めてこのように紹介しました、はい、ぜひみんなこれをね元に自分がどうやったら合格できるか、これをしっかりと考えて1年後にね自分の志望校合格を叶えましょう、はい、君を応援しています。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。